まあ、いろいろうまくいったところ、そうじゃないところ、まあ、いろいろあると思いますけれども、まあ、総合的に見ると、それなりにそれぞれの、場所場所でみんな頑張って、よく進んだなというふうには思いますね。まあ、それまでの準備がかなり長く、かつ、まあ、いろいろ周到にやってきたので、実際に手術した時は、まあ、来たなと。むしろだから、それ今の方がドキドキしてます。打った細胞がちゃんと生着をして、で、脳の中でちゃんとそのファンクションしてるかどうかというのを、もう今まさにそれこそしらすの上で判決を待ってるような状態ですから。まあ、もちろんパーキンソン病を、まあ、まだ今言っても、まだ治験が始まったところですから、ちゃんと効果も示して、安全性も効果も示して、普通の治療にする、パーキンソン病において、まあ、それも、まあ、もちろん大事なことですけど、次のターゲットとして今考えているのは、脳梗塞とか、まあ、脳出血とかで、その体の麻痺が出たような人ですね。頭の運動野と手足をつないでいる神経、その切れた神経を細胞移植でまた再構築して、動けなくなった手足を動かすようにする、そういったようなことに現在チャレンジしています。ですので、次の10年はそれを実現化する、個人的にはそう思っています。で、まあ、今はちょっと遠回りをして、多化細胞ですね、他人の細胞の移植をやってますけど、将来的にはやはりその自家移植ができるようになればいいなというふうには思っています。なので、まあ、夢のようなという言い方をすると、まあ、こういうふうな機械があって、で、血を取ってここにピュッと入れると、まあ、1週間かそこらすると、ここから iPS 細胞が出てきますと。だから、自分の細胞で自分を治すっていうことが当たり前のような世の中になればいいなというのは思いますね。